どうも皆さん、こんにちは。ミステリー作家の七尾よしです。はい。今日もね、ちょっと映画のニュースになる、エンタメニュースになるんですけど、気になるニュースを見つけたのでご紹介したいと思います。アングストよりヤバく、ムカデ人間よりグロい見せ場。映画史上最強の女殺人鬼、屋敷女ノーカット完全版公開ということでね、映画 .com のニュースとなっております。邪悪で禁断の映像の数々で、2007年の日本公開時には大幅な修正とカットを余儀なくされた伝説のフレンチホラー屋敷女。このほどノーカット完全版が7月30日から劇場初公開されることが決定した。鮮血と絶叫のクリスマスイブに悲劇の妊婦を襲った突然の恐怖を描く。クリスマスイブの真夜中、出産を翌日に控えた妊婦サラの家に黒い服を着た謎の女が忍び込んだ。女は大きなハサミを手に恐ろしい形相でサラに襲いかかる。女は一体何者なのか？女の目的は一体何なのか？信じられない衝撃と理不尽な恐怖に包まれたサラをさらに陣痛が襲う。配給を手掛けるトカナの、なんていうのかな、金井俊太郎氏が、アングスト、不安よりやばく、ムカデ人間よりグロい見せ場と評する本作で、映画史上最強の女殺人鬼として話題となった屋敷女を演じるのは、ベティ・ブルー、愛と劇場の日々で、世界に衝撃を与えて以来、数々の作品で強烈な個性を発揮しているベアトリス・ダル。彼女の第2の代表作となった衝撃の怪演は今も戦慄だ。監督はジュリアン・モーディとアレクサンドル・バスティロ。7月30日からヒューマントラストシネマ渋谷、池袋シネマロサ、アップリンク吉祥寺ほか全国公開ということで、はい。皆さん、このね、屋敷女という映画をね、ご覧になったことございますか？こちらね、2007年に日本公開された、まあ、フレンチホラーなんですけど、この当時ね、ちょっとフレンチホラー、ブームになったんですよね。はい、こちらはアレクサンドル・アジャ監督のハイテンションで、2006年の作品なんですけども、まあ他にもね、いくつかちょっとフレンチホラーってえげつないのが出たんですよね。ヒルズ・ハブ・アイズとか。で、その中でもこのハイテンション、ヒルズ・ハブ・アイズ、そして屋敷女。いや、ここら辺がね、本当にフレンチホラーブームが来ましてですね、その後またマーターズとか、そういった作品が発表されていったわけなんですけど、まあ、とにかく、やりすぎにも程がある、血しぶきホラーということで、いやー、フレンチホラーね、えげつないんですよ。はい。で、このね、今回、その中でもね、代表格と言われる、屋敷女がですね、ノーカット完全版が7月30日から、日本でもね、劇場公開されることが決定したということで、このノーカット完全版、一体何ぞやという話なんですけども、はい、こちらですね、こちらね、オフィシャルホームページとなっておりますということでね、屋敷女ノーカット完全版、スクリーンをおぞましき暴力とどす黒い鮮血で染めた禁断のフレンチバイオレンスショッカーがオリジナルそのままで完全復活っていうね。このね、オリジナルそのままの姿で完全復活っていうこのフレーズですね。オリジナルそのままの姿。ということは当時日本で公開された映画はオリジナルそのままの姿ではなかったということなんですね。はい。この映画ね、ちょっとね、あまりにもシャレにならないので、
ちょっとね、画像を見せるのもね、こう引っかかっちゃうんじゃないかな。なんかやばい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 よね、これやばいよ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 っていうことで、まあちょっとこれ以降はね、ちょっとね、YouTube の規約になんかこう、レーティングに引っかかりそうなんでね、広告が剥がされそうなんで、ちょっとこれ以上はもう見せるのやめるんですけども、はい、結構やばい映画なんですよ。これね、どんな映画かっていうとですね、まあクリスマスイブにね、ある日突然この妊婦がね、主人公は妊婦の、ヒロイン、妊婦なんですよ。で、クリスマスイブを過ごしていたら、一人で過ごしていたらですよね、なんか黒い服を着たおばはんが、こう、入り込んできてですね、忍び込んできて、大きなハサミを片手に、まあ、恐ろしい形相で襲いかかるみたいなね。で、家の中をね、ひたすらこう、女から逃げ回るといった、まあ、最後には捕まってしまうんですけど、これがね、とんでもない女でして、まあ本当にひどい目に遭わされるんですよ。はい。この映画ちなみにですね、後に、リメイクされてましてね。こう、インサイドって映画で、これ2018年にこれリメイクされているんですよ。で、ちなみにですね、これまあこれハリウッド映画なんですけど、これはね、正直、劣化版です。劣化版というかね、マイルド版ですね。オリジナルをもう極力マイルドにしたのがこのインサイドって映画なんですよ。まあこれはこれでなかなかね迫力があって面白いんですけど、まあオリジナル版に比べると、なんて言うんだろう。まあいわゆるスプラッターにしろね、いわゆるグロなシーンがかなり、制限されているので、まろやかになっているので、まあホラー好きの方にとってはちょっと物足りない。まあオリジナルを知っている方からすると物足りないのかなといったところで、まあホラー苦手な人にとってはね、マイルドなので見やすいとは思うんですが、オリジナルを知っている人たちからするとね、随分物足りないなという、はい、そんな作品になっております。はい、こちらね、屋敷女ノーカット完全版なんですけど、じゃあ何がね、一体ノーカットなのかっていうと、これはね、あるラストシーンなんですよ。で、このね、ラストシーンが、まあ、ひどいんですよ。すごいんですよ。あまりにもすごくて、当時、日本でこれ公開される時はですね、黒く塗りつぶされたんですよね、そのシーンが。ある。このおばちゃんがやるね、とんでもないことをするんですけど、この妊婦さんに対してとんでもないことをハサミで使って、とんでもないことするんですよ。まあ、ハサミを使う。ね、妊婦さんにハサミを使ってとんでもないことっていうと、まあ、なんとなく皆さん想像がつくと思うんですけど、はい。まあ、想像の通りなんですが、で、そのね、とんでもないシーンが当時はあまりにもおぞましすぎて、とてもじゃないけど、映像では流せないとか、劇場では流せないということで、なんとそのシーンだけ、モザイクではなくてね、黒塗りにされたんですよ。黒く塗りつぶされたんですよ。まあ、ただ、フランスではね、本国フランスでは、ノーカットで流されたんですが、日本では残念ながらね、まあ、映倫っていうんですか？はい、黒く塗りつぶされて、上映されたんですね。まあ、これが結構ね、まあ、賛否分かれまして、まあ、中にはね、これやっぱりちゃんと流すよっていう人もね、いたんですけど、まあ僕はね、これはね、黒塗りにして正解なんじゃないかなと、まあ想像力で補いますからね、もう想像しただけで結構おぞましいんですよ。そのシーン。はい。真っ黒なんですけど、まあそれでもほら、見てると何されてるかっていうのわかるじゃないですか。だからね、まあ想像するわけなんですけど、いやもう想像するだけでおぞましいんですよね。その黒塗りの部分が今回見事に剥がされるというね、ノーカットで映されるということで、はい。いや、マジかよと。マジかよと。はい。まあね、この、会社ですね、トカナですか？トカナが配給してるんですけど、まあ最近トカナね、アントラムとか、いろんな映画ね、ちょっとこう、あとアングスト、まあ昔の映画を引っ張り出してきては、またこう、上映してね、劇場公開させて、案外それがまたヒットしているというね、
まあ、古い映画を使い回してヒットさせるという、なんかそんなビジネスに今走ってますけども、まあ、目の付けどころがうまいんですよね。どういう映画、その映画の選び方がね、セレクションが非常にうまいんですよ。アントラムもしかり、アングストもしかり、そして今回は屋敷女に目をつけてきましたかみたいなね。それでノーカット完全版ですからね。DVD も出てるんですけど、ノーカットではないですよね。確か DVD も黒塗りされていたと思うんですけどね。オリジナルそのままで、その黒塗りが外された、このおぞましいシーンが今回は、はっきりと目にできるということで。はい。いや。うわー、多分ね、私これね、見に行っちゃうと思いますよ。まだね、俺ノーカット版、オリジナル版はまだ見たことがないので、はい。これはね、見に行ってしまうんじゃないかなと。これめちゃくちゃ怖い映画ですからね。もうおぞましいを絵に描いたような映画なんですよ。というわけでね、はい。もうね、いや、もういい加減にしろよと言いたくなりますね。はい。というわけで、まあ、ポスターがね、こんな感じになっていますということでね。はい。というわけで、本当ね、楽しみですね。7月30日から。はい。まあ、その頃にはね、緊急事態宣言も明けているでしょう。延期とか中止はないと思います。信じたいです。まあ別に中止してもいいんですけどね。こんなの。延期でも中止でもいいんですけど、まあね、これはおすすめはできないです。できたら皆さんね、見ないでください。見ない人生を送ってください。はい。何もこの映画ね、見る必要はありません。見たらね、多分ね、本当に後悔すると思います。まあ、ちょっとしばらくね、トラウマですよ。映像が本当にすごいからね。もう、ノーカット完全版じゃない、要するにオリジナル版の日本のやつも、まあ、相当ね、当時、グロシーンがすごかったんですよね。黒塗りの以外の、黒塗りされてない以外のね、シーンも結構すごくて、ハサミが腕に刺さった、手のひらにぐちゃんって刺さるシーンとかね、まあ、結構、おぞましいとかね、はい、もうね、もうゾゾゾゾゾってくるようなね、シーンの連発でした。ということで、楽しみですね。はい、ホラー映画好きな方は、チェックしたらいかがでしょうか。以上、ミステリー作家の七尾よしでした。それでは皆さん、ごきげんよう。